先生のプロフィールをご紹介させていただきます。前回にもご紹介させていただきましたが、今回初めての方もいらっしゃいますので、改めましてご紹介させていただきます。昭和27年石垣市に生まれました。八重山高等学校を卒業、その後国立金沢大学に入学されております。1976年国立金沢大学を卒業されました。1985年に沖縄県立首里高等学校の先生をされております。で、1988年沖縄県教育庁文化課指導主事、首里城跡の発掘調査と復元の、担当をされておりますね。で、2002年、沖縄平和記念資料館の、学芸を担当されております。また2007年には沖縄県立伊良部高等学校の校長先生をされまして、その時に生徒の、進路の決定をですね 100% 実現されております。2009年に沖縄県立八重山高等学校の校長をされております。2011年石垣市教育委員に就任され、石垣市教育委員会教育長に選任され、県内6地区最下位であった八重山地区の小学校の学力を平成24年度に県内2位に押し上げられた、実績がございます。沖縄県の学力向上全国47域から24位に向上に、貢献されました。2014年に石垣市教育委員会教育長を任期満了にて退任され、2015年一般財団法人沖縄公共政策研究所客員研究員沖縄の歴史を語る会を創設し、現在に至っております。本日は沖縄石造り文化の謎という演題でお話を頂戴いたします。それでは玉津先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。前回に引き続きですね、今日は沖縄の石造文化の謎というタイトルで、1時間ばかりお話をさせていただきたいと思います。今回はですね、映像を中心にしながらお話をしていきたいと思いますので、機会が止まらない限りは大丈夫だと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、沖縄の石造文化というのは今現在世界遺産に登録されて、その価値がですね世界に認められたということで、県民としてまた首里城の復元等々にですね関わった関係者として本当に心から喜んでいるところであります。私は昭和63年から平成3年までの4年間、首里城の発掘そして復元のですね担当者としてやってまいりました。その間カツレングスク、ナキジングスクですね、そういう世界遺産に登録されたグスクの修復等にも関わってきているところであります。この中で沖縄の石造文化、これはやっぱりすごいなと本当に関心をするところもありまして、同時によくわからないところも多々ありました。今でもまだわからないところありますけれども、そこら辺りの謎の部分をですねこれからお話をさせていただきながら、今後また皆さんと一緒にですねこれを解き明かしていけたらいいなというふうに思います。石造文化のですね、種類について、まず最初に簡単に触れてみたいと思います。何といってもグスクですね、グスクの城壁、これが見事で、はい、こちらはどこでしょうか。
どうでしょうか。空から見てないからわからないですよね。はい、これはザキミでありますね。はい、ザキミを整備した頃のですね、かなり古い写真であります。この白いところが、ここのですね、白いところが本殿の場所ですね。はい、はい、次出てきます。はい、この絵でありますが、見覚えございますか。はい、ペリーが来た時にですね、スケッチをしてあります。まあ外人さんがこんなに小さく見えるほど大きなお城ではありませんけれども、はい、これは正門から入ってぐるっと回って、南の郭に上がっていくところのアーチがかかってますが、今現在はこのアーチのところは落ちてそばにそっと置かれておりますね。はい、はい、またグスクですね。はい、こちらは、はい、これは中グスクですね。中グスク三の角、一番お尻の方に当たってますが、皆さんここから入っちゃうんですよね。はい、これは本来は一番後ろの方になります。はい、石橋、はい、これは戦前のマダン橋でございます。はい、マダン橋はなぜマダン橋というか分かる方いらっしゃいますか。マダン橋と殺そうと言わないでくださいね。はい、マダマグスクというのがあります。どこでしょう、マダマグスク、聞いたことないですか。首里城のあだ名です。マダマとは真珠という意味ですよね。真珠のようなお城から金城町の石畳、あれマダマ道というんです本当は、うん、マダマ道から降りていってですね、最初にぶつかるんじゃないか、大きな川にぶつかったところで富城のこの川に当たるものですから、ここに橋を架けよう、この橋の名は何という名前だ、マダマグスクからの道だから橋だからマダン橋というわけでありますね。はい、まあ、こういう非常に素晴らしいものでした。一部しか残っておりません。はい、これは牧港の、まあ、橋だということで古い写真から撮ってまいりました。はい、これは戦前の首里城じゃないや玉うどんでございますね。はい、はい、これは上の窪か、たくさんありますね、こういうのは今でも残っております。はい、これはあまり見たことありませんか。これは宮古島のですね、中曽根津宮のお墓、はい、不思議な格好をしてますね。はい、これは宮古島の奥さんのお墓と言いますけど、ここのアーチの門がかかってますね。はい、ここ、はい、はい、それから井戸、井戸が出てきますが、井戸のことを方言ではカーと言いますね。カーというのを沖縄の方言だと思ってるんですか皆さんね。これは違うんですよ、九州方言です。はい、なんでカーというか、ここに分かりますように、ここは今水がありませんが、この川の水を少し引っ張ってきて湧き水を作って、ここに井戸を作ります。ここの溜まり水、これはですね、ヘドのウッカーというのはすごい井戸ですよね。ウがついてますからね、オン川と書きますから、はい、これはここの水をお正月には取ってですね、首里城に運びます。運んで、そして首里城の周りに12の井戸があります。その年と年直して、恵方の水、恵方巻きって言ってばいいじゃないですよ、沖縄でも恵方の水があるんですからね、恵方の水とウッカーの水を混ぜて、国王のウビダリのですね、顔を、初水を、まあ、取る、若水を取るものですね。はい、こういうふうな自然の井戸から始まって、はい、次いきますね。はい、これは宜野湾の無為の川でございます。これは戦後、まあ、復元をしました。復元した後にですね、こんな写真が出てきましたよ。ここの部分とここの部分は一緒で、まあ、この石が一緒ですね。この石、この石一緒ですが、ここが2段なのに、ここ1段しかないですね。はい、ここは一緒です。ここは天女が水を浴びた場所、先間市長に言わんとかですね、戦前に戻さんといけないよって。はい、そういうところでございます。はい、これは六角井戸、これは、まあ、東原農園の中にあります。六角ウッカーと言っておりますね。
ウッカ、これ誰が作ったかって聞きましたら、中国人が来た時に泊まらせたら、これ作ってくれたという話でございました。はい、六角井戸は中国人しか作らないですよね、これはね。はい、まあこういうふうなものがありますので、そういうものを含めてこれからやっていきたいと思います。はい、そこで、グスク、やっぱり石像文化のですね、ベースになるのはお城でございますので、グスクとは何かということで、ここに書いてありますように、グスクはですね、A、B、C、いろいろありますが、まず味の居城としてのグスク、それからいやいや廃所でしょうと、うたきでしょうというふうな考え方のうたきもの、はい、それからいえいえこれは防御するためのですね、村だったんだよと、うたきもあったけどねというふうな形で出てまいります。またいや特別なグスクとして墓とか砦とかですね、いろんなものが出てまいります。まあ、こういうふうな問題を解決していくということで、宝倉義さんがですね、編み出したのが先ほどのものでありました。はい、ではグスク時代がいつ始まるかというね、ことについて触れたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、沖縄はですね、縄文時代が本土に比べて長く続くんですよね。今から2000年前に縄文時代なくなったんですけど、本土の方は弥生文化になって、沖縄はですね、縄文が好きだと見えてですね、たーっと海に行って山に行ってですね、魚取ったりイノシシ取って食べてですね、何もしないというですねのんびり暮らせばそれでいいじゃないのというね、それがもう1000年以上続いているものですから、内地に比べるとですね、それがもう我々の県民性に染み付いているんじゃないかと思うぐらいですね。でもそれはいいことなんですよね、本当にのんびりしてるのは、まあ、でもいつまでものんびりしておれないですよというね、こともありまして、この のんびりした縄文時代からグスク時代に変わっていくということであります。このグスク時代きっかけはですね、何だったのということで、私も知る高校の教員から浦添の教員から那覇の教員をしながら考えたのはまずこれでした。菅原道真の政策覚えてますよね。白紙に戻そう遣唐使と言ってですね、894年、菅原道真はもう中国なんか参考にならない、もう行く必要ないと言って OK 取ったんですよ。本当は行きたくなかったんですね、中国に行ったらもう帰ってこれないですから、ね、でも理屈で説得して行かないで済んだ。ところが今度ですね、菅原道真はちょっとね、九州に流されますね、太宰府に流されてしまった。藤原一族がですね、これ飛ばせ、島流しということで島流しになってですね、ついに九州から京都に帰れなくなりますよね。有名な歌もありますよね、こちゅうふかば思い起こせよ梅の花、主なしとしては春の忘れそうという、あの歌は太宰府で死んだ時のね、まあ、彼の歌ということになってまいります。しかし中国との関係が切れるとですね、国風文化が始まる、まあ授業になってますね、これは。はい、10世紀国風文化が始まる、国産品愛用運動というわけであります。はい、学校ではここまでしか教えないんですよ。ところがやっぱり実社会というのは、じゃああの人なんかどうなったのということですよね。中国に行ったり来たりしていたあの船主とかね、船漕ぎとかだとかね、あれで一緒に商売をしていた人たちどうなったかということで困るわけですよね。倒産したところもあるでしょうからね。でもやっぱりそこで九州の人たちは、海んちは、あるいは商売人はですね、これはもう奈良京都のあたりには持ってても売れないから、どっか商品を買ってくれるところを探そうというんで、九州の連中が南に向かった。あの縄文人しかいない奄美や沖縄本島にですね、これちょっと商売のチャンスがあるかもしれんと、まあ言ったんじゃないのという、まあこんな話まではですね、授業ではやってました。はい、そうしましたらですね、グスク時代というのは沖縄から始まったんじゃなくて奄美から始まってますよというのが、もうこの10年20年奄美の方々を中心にですね、沖縄に
論争を挑んできているところであります。はい、喜界島の、グスク遺跡と読むんですね、これはね、グスク遺跡が発見されて、これは九州のですね、太宰府の別館、館が、まあ、役所ですね、役所として、まあ、機能していた、いつからいつまでかというと、10世紀、先ほど言いましたね、国風文化というね、はい、この頃から始まって11世紀、12世紀、13世紀、14世紀、15世紀と、まあ、続いてくると。100棟余りの建物がいっぱいもう出てきてですね、もう 何百年の間ですから、出てきて、いろんな役所があったんだということです。そして、どんなものが出てくるかというとですね、太宰府と同じような品物がたくさん出てくると。役人ですよね、まあ、公務員が。太宰府の公務員も、喜界島の公務員も似たような生活を、まあ、それなりにやってたと。それだけじゃなくて、朝鮮とか中国の焼き物もいっぱい出てくると。なんでいっぱい出てくるか。心当たりはね、国風文化以降、もう京都に行けないから、南の辺りにですね、動き出した船乗りたちがですね、関わってきた可能性が高いということです。はい、実際に、998年、喜界島に南蛮人がいてですね、騒ぎを起こしとると、こいつらを捕まえて持ってこいと、連れてこいということで、太宰府から指示が出てですね、南蛮人を捕まえる。これどうも奄美地じゃないのと。まあ、だから奄美地も朝鮮人も中国人 もう混ざり合ったですね、人たちがこの薩蘭諸島で、まあ、出てくると、こういう時期が10世紀以降11、12、13、14と、まあ、続いてきたということが分かりました。はい、はい、続いて徳之島でカムイ焼き陶器の跡が見つかりました。カムイ焼きと書くからですけど、別に亀ですよ、亀、紙ですね、壺、亀の亀、亀焼き、亀を焼いてたところが見つかりましたと。で、この鴨焼きがですね、この末木によく似たというんですけど、まあ、末木といったら日本の古墳時代のものですよ、ね、古墳時代のものからですね、もう京都の方はもっと素晴らしい、色とりどりの焼き物に変わっていくんだけども、沖縄では縄文土器ですからね、縄文土器に比べたらもうこの紙焼きというのはすごいわけですよ。硬くてしっかりしてますから。これがですね、南九州から始まってですね、奄美、沖縄、宮古、八重山、与那国までガン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 出てくるんですよ。うん、土器よりかはこれがいいですから。はい、まあこういうふうなことであります。はい、そして、これは朝鮮から人々がやってきて作ってくれたと。そして中国の陶器も、また長崎の活石製石鍋もですね、まあ、出てきたと。それから、まあ、先ほど言いましたように九州から与那国までしっかりとですね、商売がもうここで成立しているわけです、ね、縄文人の間に九州方面からたくさんの人々が入ってくる。こういう方々がですね、グスクというものを作り始めるわけですよ。どこに作るか、山城と平山城と書いてありますね。はい、はい、先ほど岸本市議がおっしゃっておられました南グスク山城なんですよ、山城。そして南グスクはね、この辺が南グスクですね、この、はい、桜がしっかり見られてるところね。そしてこの社があって、今でも右岸城があって、右岸城の後は何もないよと地元の方言うんですけど、それがすごいんですよ。ここにね、堀切というのがあります。山をガーって8メーター6メートルぐらい落としてですね、切り込んであるんですよ。こっちに落ちたらもう人はここに上がれないんですよ、ここにはね。なぜかというと、ここにはですね、今現在岸本市議何がありますか。この山の上の方は道が通ってますよね、このこっちからね、道が通ってこの辺に何かありますね、青年の家がありますね。ね、青年の家の方から敵が入ってきた、追っかけてきたらですよ、わーっと来たら攻め込みますね、ここに。攻め込まれないように堀切りを切って置いとけば、うん、大丈夫と。まあこういうのが山城なんですよ。はい、はい、それに対して、平山城というのが出てまいります。あるんですよ、すでにもう今から5、600年昔に。日本の歴史で平山城を作ったの誰ですかって言ったら織田信長と言わないとダメなんですけどね。ね、はい、安土桃山城がその初めですから、
安土桃山城より先にですね、平山城を沖縄ではいっぱい作ってますよ。具体有名なのがこれ、伊是名の伊是名城。これは2つぐらいで、こっちとですね、ここにあるんですけどね、こっちが本体なんですよ。はい、まあこういうふうな平山城を作ってね、あるいは山の上に山城を作って何をしたか、海を見てんですよ。外国人が来るとね、海賊が来ると商売をせんといけないですからね。それまでは自分たちで運んでた人が、今度は俺はもう、陸に上がるからよろしくって言ってやるわけですね。はい、まあこんなふうにしてここで、人々が暮らし始めたということであります。はい、そして最初グスクの土グスク、先ほども堀を切ったりですね、柵を埋めたりしながら、防御をしながらですね、やっていくのが土グスク、名護の南グスク、恩納村の恩納グスク、うるま市のエスグスクなどたくさんあります。大蛇にも蛇名グスクというのがあります。はい、でこの土グスクを歌ったお物というのはですよ、皆さんグスクと言ったら石のグスクしか分からないじゃないですか。ところが600年昔のおもろを歌った人たちは、ああ、俺は土グスクどうと、俺は金グスクどうというふうになるわけですね。はい。エスの森グスク、八つまたがよりたち、上上下が見物するよりたち、またエスグスクと。はい、エスグスク。この八つまたというのはね、8本の柱を持った倉庫だと言われていますね。議論の師匠の佐喜眞さんの実家ですかね。無意の家のすぐそばにありますが、私ども掘りました、掘ったら6つかな、あそこは6つの柱が出てきました。あ、これが6つの蔵、8つの蔵だなという話でありました。はい、こういうのがあって、はい、これがエスグスク、これは中病院の東側の方にありますね。はい、はい、では次、石グスク。はい、いそいその石グスク、奄美清が作りたる滝たるグスク、またいそいその金グスク、石グスク、金グスクと出てきましたね。今の金城さんという人はみんなこの金グスクから来てるんですよ。だから金グスクと言ったらね、俺んちは金グスクどうと、お前らみたいに S みたいに石グスクじゃないからねとまあこういうね、意味であります。はい、磯グスクの方は縄文付近が切り沈みがされて、あとは野面積みと、まあ、だんだん石グスクが出てきますよと。はい、で磯グスクはティザノファー伝説がありますよね、突然太陽が、入ってきて生まれたよっていう、そんなことをみんな信じておりますね。はい、その辺も不思議なところでありますが、はい、いずれにしても味は太陽との生まれ変わり、太陽の化身だということがティダノファー伝説にはあります。はい、次いきます。ウラソイグスク見てみます。はい、すごいですねこれね。ここにちょっと水が溜まってますが、これ空堀、場合によっては水が溜まります。こっちが首里城、ウラソイの本城ですから、ここに水を溜めておいたらですね、敵は入ってこない。しかもここにですね、何かありますよ、ほら、こっちが堀ですね、お堀ですね、ここに木柵があります。柵を立ててですね、敵が入らないように、インディアンの砦みたいな感じですね。はい、こういうことをそれでやってたと。ですから土グスクみたいなところから石グスクにどん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 ですね、変わっていくということがわかります。はい、切り沈みの種類について、はい、石積みにもですね、いろいろありますよ。芋串積み、豆腐積みとよく専門家は言いますが、芋を並べて串で刺すような積み方、あるいは豆腐をだん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 積んでいくような積み方ですが、はい、これは場所はですね、糸数城の縄文です。縄文のところのですね、ここに次行きます。はい、これです。はい、これが芋串積み、豆腐積み、ほら、こうして石が積み上がってますね、だーってね、こんな積み方、これ芋串積みというんですよ。これは本土のですね、石積み研究者が来てですね、なんでこんな積み方するんだ、こんな積み方するとすぐ壊れるぞと言うんですよね、ところがですね、僕らにそう言うんですよ。そしたらね、すぐ壊れるってこれ600年700年そのままですよって黙らせてしまうんですよね。はい、まあそういうこと、はい、ここにもあります。はい、ここも芋串積み、豆腐積みが見えますね。まあこういう時代があったんですよね。こういう時代からまたどんどん変わってまいります。はい、はい、それからこれは面白い映像ですが、ここが糸数城の本体、
そしてここは自然の岩が残っています。この自然の岩からポンポンって僕らでも飛び乗れるんですよ。今度の研究者が城壁はですねこんなにしっかり作ってるから忍者返しだなと言ったらですね、僕らはここにすぐ連れていくんですよ。連れて行って先生ちょっと飛び乗ってみてと飛び乗ったらこれは忍者返しにならんわいって、はい、というわけで沖縄の石積みは目的は何かって忍者返しと言いたいところですけど、ここ沖縄ですからね、やっぱりそうじゃなくて、結論としてはある研究者は台風対策、中のお城の家が崩れないように防風林の代わりね、そういうことであります。はい、そういうことでお城では福木が見つからないというね、ことともつながってくるわけですね。はい、これは玉城グスク、ここにも芋串積みが見えるんですね。はい、芋串積みが見えますが飛ばしましょう。はい、玉城グスクの縄文ね、自然の岩をうまく使いながら縄文を作ってありますね。はい、こういうところもですね、味というのは太陽の生まれ変わりだというね、ことのようでありまして、沖縄にはティダガアナ伝説というのがありますよね。ティダガアナ、味というのはね太陽の生まれ変わりでね、東の空から出たら西の山に隠れると、でここに味もですね、隠れてはまた出てくる、味は神の生まれ変わりですよという太陽伝説と関わってくる構造になっていますね。はい、では土城から石城に変わったのはなぜかというね、話なんですが、突然琉球のルネサンスというのが出てまいりました。はい、これがですね今日の話の大きい柱の一つであります。沖縄の、まあ、昭清王時代を含めてですねルネサンスと言いますけれども、比較してみましたよ。私世界史をやったことがあって面白かったですね。イタリアのルネッサンス14世紀から16世紀、沖縄の、まあ、グスク時代ルネッサンスと呼ばれている時代14から16世紀、1500年、昭清王の時代ですね。昭清王の時代がルネッサンスと言ってますけど、14から15、16と300年ぐらい続いている歴史があるんじゃないか、イタリアとよく似てますねと。はい、商品は何ですか。中国の、これは中国からの陶磁器、絹織物をペルシャの商人、アラブの商人がですね持ち込んできて、イタリアまで持ち込んで、イタリアからヨーロッパに持ってて売って儲けるというのがね、ルネサンスのベースになるお金なんですよね。だから世界史でシルクロードって言いますね、絹織物を運ぶのにはラクダを使うからですよ。じゃあ重たいお皿を、陶磁器を運ぶのにラクダに乗せますか。皆さん乗せないですね、かわいそうですね。じゃあどんなして運んだんですか。インド洋を船で越えていくんですよ。これをチャイナロードと言います。なんでチャイナロードか、中国といえば、まあ、陶磁器だからですね。だから陶磁器のことを英語でチャイナって昔覚えましたよね。はい、だからチャイナロードっていうのは中国ロードじゃないですよ、陶磁器の道という意味です。絹の道、陶磁器の道から行って、このもうイタリアの商人が儲かると。はい、琉球の方もですね陶磁器、絹織物をもらってますね。でも琉球はですね絹織物たくさんもらってるんですけど、いらないって言ってるんですね。あんな高級なものどこでつけるかって、ただでも熱いのに、ね、というわけで沖縄の場合は鉄釜とかね、鉄が欲しいということで鉄をもらうということがあるようですね。はい、まあ、それもまたね陶磁器もすごいですから、これをまあ売り歩くわけですよね。沖縄のグスクなんかでたくさん出てくる、まあ、割れてるものですが、これを集めてですね形すると非常にすごいですけど、こういうすごいのがですね鎌倉の武家屋敷なんか出てきたらですね、これはもう大変なもんですね。将軍からもらったんじゃないかとかね、いやいやこれカチレングスクっていっぱいありますよって、まあ、こういうふうな世界なんですけど、はい、素晴らしいものを中国からもらったと。はい、そして問題はですねギリシャローマの文芸復興とあります。イタリアでボロ儲けして何に使うかと、
あの辺を掘ってみたらね、ギリシャ、ローマ、いろんな大理石のものが出てきますね。ミロのヴィーナスはじめ、ね、これの真似をして作ってみようと。だからルネッサンスというわけですよね、うん、あるから、元があるから。私たちの沖縄は掘っても掘っても縄文時しか出ないわけですから、参考にならない。それでグスクなど石造建造物を作ると。しかもこれはグスクは土よりかは石がいいわけですからね、守りが固くなりますから。ということで、ここで石造文化が出てきたと。はい、まあこういうことであります。はい、今度は石造文化のベースになった、ね、儲けは何でやるかというと、馬で儲けるというねことでありますが、まあこれはある資料です。まあ馬を1000頭ぐらいこの年持ってたねとかいう話などがありますが、少し資料を見てみたいと思います。資料も見ないでもう喋りまくってますけど、時間も気にしながら、あと30分ですね。中国とのですね、交易が始まっていくのが、明という国ができてですね、1368に明ができて、1374年だったかな、2年だったかちょっとあれですけど、まあ4年後ぐらいに中山が中国と貿易をして、それから南山北山と次々と、まあ、貿易をしていきます。そうすると、まあ、彼らはですね、何を持っていたかというと馬なんですよね。馬と硫黄を持っていきます。それまでのですね、奄美含めての交易品というのは、宝貝とかですね、あるいは夜光貝とか、こういったものがメイン、だったというふうに考えられているわけです。ところが明という国ができてからはですね、馬と硫黄を持ってこいというふうになるんですね。中国から買い付けに来てですね、馬をもう何百頭と何千頭と買っていたという伝承とも、まあ、伝承というか記録も見たような気がしますが、こういうことがありました。じゃあなんで馬と硫黄なのかと申し上げますと、中国というのは蒙古は北方民族が中国に乗り込んできて作った国ですよね。だから中国の漢民族はですね、蒙古の時代のことを、私たちは中国の歴史で習いますけど、中国人はですね、蒙古の歴史は蒙古の歴史なんですよね。漢民族の歴史じゃないんですよ。だから明ができて、蒙古だとか満州だとか、こういう連中はもう絶対入れない。入れないためには何をするかというと、万里の長城、もう崩れた万里の長城をですね、修復しようということになります。で、修復するために馬が必要、石を運ばんといかんから。ところが中国に馬いっぱいいるじゃないのって、中国の馬はですね、平原を走るしか仕事ができないわけですよ。山見たら登らないですね。ところが山に登る馬を探し求めたらですね、朝鮮は最終島、そして、琉球、沖縄、あとベトナム、この辺りしかいないということで、中国は沖縄に目をつけて、馬をよこせと、馬を提供しろということになります。それから火薬で、爆弾で北方民族を潰さんといかんので、できるだけ硫黄もお願いしますということで、馬と硫黄をですね、思いっきり、まあ、中国に提供する。まあ中国の平和と安全のためにですね、沖縄が貢献したということであります。これをね、軍事貢献したって言ったらまた新聞出ますからね。はい、まあこういうふうなことがですね、まあ実際はあって、かなり沖縄のですね、交易が非常にこのブドバリのいいですね、貿易だったと
ということであります。ですからそれぞれ散々のですね、アジたちは馬をしっかり集めて、中国に提供するということを琉球ではやっているんですね。だから散々がそれぞれ勝負を仕掛けていくんですよ。ところが奄美はですね、石臼ができなくなります。作れないんですね。なぜか、散々まではできたけども、奄美にもう一つ山ができたらですね、四山ができれば奄美も石臼になったんではないかと。石はあるわけですからね。だからあれだけ石造文化グスクを積み上げるというのはものすごいお金がないとできなかったというふうに理解をしたらいいのかなというふうに思います。はい。ではこの石積みをですね、どこの誰がやったかと、ね、いうことなんですが、まあ、これはもう資料がないからよく分からないんですけど、ただですね、南部地区のお城もまた中部地区のお城も首里城も含めて技術がね、まあ、先ほど見たように芋節積みの技術、これがですね、かなりもう浸透しております。はい。ですからある一つの石工集団が指導して、人夫はそれぞれの大地で作ってね、やったんじゃないかなというふうに、まあ、私どもは考えているんですね。はい。まあ、当然もう那覇あたりにいる石勢工が沖縄城を指導したんじゃないかなというふうに考えているわけであります。はい。まあ、そこで今資料、手元の資料では突然首里城の話が出てきました。はい。実は首里城発掘調査を我々やりましてですね、作っていくわけですが、国の方は江戸時代の首里城だけでよろしいと、古手の文化財は見せなくていいということで、私国のキャリアの官僚と激しくぶつかったことがありました。この場所も埋めてしまうところだったんですけども、ねじ込んでねじ込んでですね、見せろと、なぜ見せるんだって松さんと、これは首里城の江戸時代の首里城とは全く違う古い時代のすごい技術だと、というのでこれを残したわけです。はい、お分かりですかね。こうしてこう積み上がっていきますね。ここでもこうして積み上がっていきますね。ここでもこうして芋節で積み上がっていきますね。はい。南部のお城でよく見た芋串積みの豆腐積みの石積みがこうして首里城に残っているんですよ、ね、これ私が地上に晒してあるから見れるんですけど、誰も見に行かないですね。いつ行っても僕だけですね。はい。でも皆さんぜひ見に行ってくださいね。どこになるか今から教えます。まずこれは首里城の観開門。はい。観開門の左側見てくださいね。はい、ここはね、はい、ここ、はい、津の石があって、ここの糊面と言いますけどね、はい、首里城らしいですよ、ですかと、まあ、首里城らしいよねって思うかもしれませんね。これは1972年の復帰を記念して作った最初の石積みでした。はい、こういう、徳田安太郎先生の絵も、これと一緒ですね。ね。そっくりですね。これが沖縄の城だと思っていましたが、実は違いますよ。こっち分かりますか？ちょっと暗いですけど、はい、これ。これと、ね、ここもそうですね。ここもありますね。あら？あら？待ってよ。これとこれとね、これが本来の沖縄のお城ののり面、棒のりと言ってます。棒をそのまま伸ばしてやって、上だけちょこっとやってです、ね。はい。では先ほどの古い石積みはどこにあったかという話をいたしますと、
ご存知ですか、こっち関海門ですね、入ってきますね、はい、瑞泉も上がってきますね、瑞泉も上がっていって、ここから入って、まあ、四角い枠があってですね、まあ、ここが上がっていくわけですが、あ、まあ戻るとき、こう戻ってきますね、戻るときにですね、ここに建物がありますけど、ここの脇から入ってきます。ね、入ってきて、ここ入ってきたらですね、ここ、ここの部分をですね、本来埋めるところだったんですよ、こっち、完全に。だけども、階段をつけて下ろしてですね、この石垣を見せると。そうすることによって、古い時代の首里城が見えてくると。で、この古い首里城はですね、実は、ここに、ここの方に行くんですよ。西のあざなの方に古いお城行きます。ですから、ある時期、首里城は、本殿、本丸の部分と前の部分ですね、この2つだけで首里城があったと、うん、でこれに対してここからこの三の郭は四の郭はですね、この辺りまで広げていく、うん、これはどうして広げていくかというと、ここに瑞泉門がありますね、水があります、うん、それから下の方にも井戸がありますね、つまり井戸郭としてお城がこう広がっていく。そうすると敵が来てですね、1ヶ月間竜胆あたりで住み着いてですね、攻撃を仕掛けてきても平気ですよね、水があるから、ね、まあ、こういうふうな歴史が見えてくる。古い時代はこの辺まで、その後の時代第一小子第二小子はどんどん広げていったんじゃないかと、こういうことを見せるためのですね、ことをやってきたと。はい、では元に戻ります、これは首里城の休憩門の東側の方ですね、はい、ここは第一小子第二小子あたりのですね、石積みで、はい、どんな石積みが出るかということですが、見てくださいね、はい、まあ、ここにちょっと縦積みがありますが、もう2段ぐらいですね、これは横にもどんどん広がっていきます。これは復元した石積みですが、はい、また見てみましょうね、はい、こういうふうにもあります。こうして品の字積みと言いますね、品物の品というように交互に積む積み方が出てまいります。そしてですね、見てください、大きな石がありますね、これ大きな石がありますね、ここにもありますね、大きな石がありますね、ね、ここにも大きな石がありますね、そして間に小さい石を入れて、また大きな石がありますね、これ重しい石とかね言うんですけどね、何のためにかと、石積みが崩れないためにですよ、ね、上から崩れてきますが、下に大きい重しい石がドーンとあるとですね、もう止まるんですよ。どれぐらい大きいかというと、もうこんな大きいですね。そして 奥行きもですね、1メーター50から2メーターとかですね、こんなのがズボズボと入ってるわけですよ、ね、まあ、こんな風にしながらお城を守っていくというですね、石積み技術がかなりアップしていくんですね、第一小子第二小子になってきますとね、はい、だけどももともとは芋串積みですよと、中城にも、うん、それがあるかと思われます、思われますというのは中城、まあ後で説明しますね、はい、もう品の積みも入ってますが、これは中城の正門なんですね、はい、ちょっと行きましょうね、はい、これは本丸のですね、城門の左側の石積みなんですけど、はい、ここにも大きな石がありますね、はい、これ大きな石ですね、大きな石があります、まあ、これも割と大きいですよね、はい、まあ、ここにも大きい石が入ってきますね、まあ、これもそうかな、はい、まあ、こういうふうに大きな石をはめる、そしてまた信濃積み交互に積んでいくという技術が首里城にもあるし、中城にもある、勝殿とかもですね出てくるわけですよ。こういうふうに、要するに首里城の小太宮の頃、御様丸もいる、雨割りもいるという時代、大きな石積みをですねどん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 使って作っていく、しかも同じような積み方やってますから、ね、同じようなその、まあ、中国系の技術者たちがですねやった可能性が高いなというふうに見ているわけですね。はい、それからやっぱり何といってもすごいのはこの勝連城ですね。勝連城のこの本丸のですね、この直に積む石積み、これは
上に上がって下の覗くと恐ろしいですよね。うん、他のお城ならね、まあ、なんとかまた滑っていけば大丈夫と思うけど、これ完全に落ちますから、ね、はい、こういうふうにですね、どうして滑るか。ヨーロッパのお城、あれ直に積まれてますよね、円筒等にしてもね、あれはね実は簡単なんですよ。ヨーロッパの場合はあちらも同じ石灰岩使いますけども、実は1000年も前からヨーロッパではセメントがあるんですよ。セメントがあるんですよ。だから裏込めにセメントで脱化してですねやっとけばもう大丈夫。ところが我が沖縄は明治以降ですからね、セメント首里城の場合はね、外の方はセメント使いませんが、中の方は国の仕事ですからセメントたっぷり使ってますよ。うん、コンクリートのパイルも入れたりとかもありましたけど、はい、カセリングスクのこの素晴らしさね、これはもう真似ができない世界であります。はい、そして、カツレンのですね、ちょっと待ってよ、カツレンのですね、カツレンの歌がおもろがありますのでちょっと紹介しましょうね。はい、カツレンは雨割り、もう中村家は今日はカツレンの内間の出身だという話を伺っておりまして、もう内間といえばもう名前だけでカッチングスクのですね、もうベース基本になるような基礎になるような村だと思われますから、はい、実はそのカツレンはですね、何に例えるかと、大和の鎌倉に例えるんだ、ちむたかは何に例えるかとかね、まあ周りの話、ごっそ周りですね話やってますが、また「かつれんは手だ向かって城を開けてまだまくがに寄り酔う玉の身内」ということですが、ここのですね城門ね、ここにアーチ残ってるんですよ。実はこれは太陽に向かって東の方にね、まあ、こういうことを歌っていると、うん、そしてまた何でこの大和の鎌倉、京都鎌倉をなどのことが分かるかというと、実はあの雨割りの前の味は望月味なんですよね。で望月味の一族というか、もう家臣どもはどうも焼けのあたりにいたとされていて、あなたに、田原とかね中村とかね、もしかすると大和じゃないかと思われるような名前なんかが残っていたりするというね、そういうのもあって、やっぱり、大和流れの人たちがいたからこそね、京鎌倉のことなんかが出てきたんじゃないのと、まあ、そういうふうにも思うんですよね。はい、何もね、我々うちの阿鼻県じゃないですから、ね、元を正していくと大和とのつながりというのもしっかり出てくる、なおかつ中国との交易をやりながらですね、力をつけてくるということのようであります。はい、まあ、そして、ここのですね夜行街のことがありますが、これは亡くなられた中正八郎、正八郎先生がですねよく言ってて、かつれん方面はですねこういう夜行街を飾ってですねこう祀っているところが結構あるんだと、うん、まあ、これは中国との交易以前に大和との交易の中でですね非常に高級な品物としてやられてた時代があったんじゃないかと、まあ、こういうふうなことのようであります。はい、そして謎を秘める中城の三の角、これはどうでよ、相方積み、沖縄の相方積みと言われていて、相手の形に合わせるから相方だと言ってですね、又吉新造さんという建築家が言っておられましたが、まあいい表現だなと思います。その相手の形に合わせながらやるということですが、この方をですね、まあ五三丸が作ったわけだから五三丸時代とまあ言いたいわけですけど、ある研究者はですねこんな階段が沖縄にあるかというんですよね。この階段ね、直に上がっていきますね。沖縄の階段を首里城みたいに斜めに行くでしょ、これは直に上がっていくんですよ。これ江戸時代、御様の時代作ったとしたらですねこれすごいですよ ね。これ分からないですよ、なんでかって、ね、はい、そういうところもあって、研究者はここは三の角は江戸時代に薩摩が来て作ったんじゃないかという意見もあります、ね、はい、じゃあそうすると知念城、知念城を見るとですねここも相方積みなんですね。
知念城も相方済みなんですよ、はい、じゃあこれどうすると、これは昇進王の時代に作られたもののようであります、はい、ですからあの時代作ってあるということは中城の三の郭を参考にして作ったら作れるなということでもありますね。また他にはですね、身近なところでは末吉宮の一番上に上がってきますね、神社がありますが、そこのアーチがかかっていますけども、アーチの周辺は相方積みなんですよ、うんうん、あれも正太夫時代のものですから、あ、相方積みがあってもいいよなという状況があるかと思います。はいはい、また一方首里城のですね、はい、ここはどこだと思います？植木門と言ったりしますね。植木門というとね、誤解されますからね、そばに祝順門もあるしね、うん、はい、ここなんですが、ここは私の思い出の場所でもあります。浮気者だからじゃないですよ、はいはい、実はここのですね、伊香石積というところと、あ、ここまでだな、伊香石積と復元石積と分けてありますけど、実はですね、ここはこれは相方積みですよね、これ相方の石ですよね。ところがよく見るとこっちに布石がありますね、四角い石が。だからもともとはここもこれも布石なんですよ、これも布積みなんですよ。布積みの上に相方積みが積まれていると、でこれはどん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 広がっていくんですよ。まあこれ実際はこうなってますね。でそれはどうしてかというとですね、実は江戸時代に首里城が壊れます。例えばこういうふうな布積みですから、布積みが崩れてしまうとですね、修復しますが、薩摩が許可しますから相方積みでやれということになるわけですよ。相方積みというのは割れた石を使えばいいんですから、ね、布積みというのは四角く切らんといけないですから大変なんですよ、お前らという世界ですよね、きっとね、ですからもう相方積みが首里城ではかなりあって、でその首里城の相方も発掘ではですね、こうロート状に斜めに広がっていくんですよ、この下わーって下の方に、ですから復元の時に、私の方でお願いして、ここの部分は壊れたことを意味しているので相方積みでお願いしますと、いうことにすれば説明できると、と言いながら、もう首里城終わってもう20年経ちましたが、初めて皆さんの前で発表いたします誰も私に聞きに来ないんですよ、マスコミも冗談ですけど、はい、はい、これは国学孔子廟芸大のそばのですね、ものですが、これまあおよそ60メートル近く出てまいりましたが、ここももともとは総学堂を建てる予定だったのを記録保存を現地保存にしました。これ大変なことなんですよ。現地保存で2000万かけてですね、これを素晴らしいのが出たから現地保存にしたいって言ってですね、これも頑張りましたね、はい、お金をかけて現地保存したのは女さんのあの山道とここぐらいだって言われるぐらいですね、県は記録保存の方が大好きな人たちが多かったんですけど、粘って現地保存しました。その理由は何か、この石積み見てください、相方積みですね、ね、相方積みですけども、相方積みの中にですね、ほら見てください、こんな大きな石がドーン、ここに大きな石がドーンとありますね、ここにもドーンと回り、あふれつつありますね。一見間隔で大きな石がですね、上に下に上に下にと積まれてるんですよ、60メートルにわたって。つまりあの首里城にあった重しい石と一緒ですね、絶対崩していかんと、国学孔子廟ですからというですね、思いを込めた、本当にもう石勢君のですね、もうモデルのような教科書のような石積みだったもんですから、これは絶対残すというですね、ことで粘って、残したんですね。まあ余談ですけど、あの時の担当課長は実証の方から、まあ、来られた方で、現地保存になったもんですから、少し厳しい状況があったようであります、はい、まあ、こういうふうなこともありました、はい、では
時間も時間でありますから、次はですね、これは宮古の石造技術について触れてみたいと思います。石造文化は沖縄本島だけと思っている方がほとんどだと思います。宮古人以外は、いや宮古の方もあんまり分かんないかもしれません。はい、でもこれは宮古製糖工場のすぐ近くに宮古に川があるんだということの証明ですけどね、うん、佐喜多川って言うんですよ、うん、何メートルあるか教えませんけどここにですね、今から400年ほど昔に作られたとされている石橋としては県内で一番古いという石橋であります。はい、このお墓先ほども紹介しましたが、ね、はい、すごいお墓ですね。はい、下敷きの墓、アーチの墓ですね。伊良部の錆宮墓ですね。大きな大きな墓ですよ。まあ、これぐらいはないですけど、これに近い大きさのお墓ですね。この一人で足りないからもう村の人みんな使えと言っていろんなあのお骨が入ってますね、まあ、今現在の村人じゃないですよ、かつてのね、はい、これは自分で書いてみましたけど、これは宮津墓というものが下地町に、元の下地町にありまして、ここの長さがだいたい40センチぐらい、これが30センチぐらい、こんなもんですね。それで今も使われてるんですけど、前聞いた時に棺はどんなにして入れるんですかと言ったら、こっちから入らんよってじゃあどうするんですか、担いであげてから中に下ろすさと、でそれで墓口に持っていくんですよね。意味わからんという話ですよね。ね、意味わからん。でね、グスクベの方まで行きますとね、今度はまたあやつばかっていうのがあって、あやはしばかっていうのがあって、これまたね本当にもう30センチ20センチぐらいですよ。同じ構造で棺入れる木にならないですよね、もうねでこれ一体何だと、誰も答え分からんですから、もう、ま、ずっと昔の墓ですから。それで誰かを見てるんじゃないかと。いや、墓をずっと見る人いないですよね。でもね、墓の方からだったらずっと見たい方いると思うんですね。ということで、ね、孫たち子供たちは頑張ってるかなというふうに、見るための見通していく、見通しの穴、ね、あの世からこの世を見るための穴ではないのというふうに、もうこれでは私どもは収まったわけですけど、でもこんなことだって報告書に書きませんから、ね、はい、まあ、こんなふうに考えますとですね、ちっちゃな あの世からこの世を見るような穴が、ね、こうして、先ほどの お墓みたいにこんなふうにですね、棺が入るような、人も入れるようなお墓になって、そしてもっともっと奥、もっともっと豪華になったのが玉うんではないかと。玉うんのようなお墓は沖縄中探してもないんですよ。一生懸命探しましたよ。宮古に行ったらいっぱいあるんですよね、こういう似たようなお墓。それどころかもうちっちゃなもう見通しの穴まですくぐらいのものがいっぱいあって、これは宮古から沖縄本島に献上された宮古風のお墓かなと思ったりいたします。まあ、こういうふうなですね、宮古の石造技術は実はですね、今から600年ぐらい昔に、中国から沖縄宮古に来る方がたくさんいらっしゃるんです、いたんですね。カリマタという部落にも中国人が来て、その、カリマタという部落は今言っても分かりますけど、村全体をですね石垣で囲ってあるんですよ、悪者が入らないように。そして南側にも東側にも西側にもアーチの門があってですね、村人だけがここに住むんだと、今も南側の方の門が残ってますね、だからそこからトラック入れないですよ、ああいうふうにですね、いかにも中国風の村づくり、途上性のですね、日本で言えば、まあ、本来ならば平城京とか平安京のようなものが都の狩俣にあると。
しかもそれは中国人だというふうな話にもあります。また宮古の久松というところにもですね、自分たちは福建省から来たと、戦乱の福建から離れて宮古に来た、ここいいところだからここに住むというふうな人がいて、こういう人たちの関係するところにはこのような久比宮家、宮家がいっぱいあると、はい、まあ、こういうふうなことを含めてですね、すごい事実が宮古にはあります。はい、そしてこれ何だと思います？家の屋敷にあります。屋敷に、はい、井戸石、井戸口石って言ってますけど、井口石とか井戸口石、見事ですね。地元の石を使ってますけど、円盤型になってドーンとあって穴が開いてるんですよ。これはですね、中国の10世紀頃の書かれた書物で、造営方式という土木技術の本があるんですよ。アーチ門のかけ方とかですね、石畳の敷き方とか、こんなのがいっぱいあって、あの中に井戸の石はこんな形にしなさいといくつかあるんですよ。この中のモデルケースの一つなんです、それ。だから中国、宮古の技術者というのは、石造技術者というのは、造営方式を知っている、造営方式の技術をちゃんと伝承している人たちだということも見えてくるわけですよ。はい、まあ、こういうですね、素晴らしいものが宮古にはあります。はい、そして同じ井戸は井戸でも、これは波照間島で見つけた井戸であります。まあ、中は井戸、もう井戸から持ってきておいたんですけど、これは象形文字ですよね。井戸の「い」というのはこれなんですよ。そして人々はここから歩いてきて、ここからポーンってバケツを下ろして水を汲んで、またこっちからトットットットと歩いて帰るんです。これ小さい方ですけど、昔はもっと大きいものもあって、こういう井戸口石を作って、井戸の木組みをしてですね、やったと。これはもう焼けてしまったのでやめてるんですけど、まあ、こういうものが果てるまで一方ある。ヘドの内側には川そのものを井戸にしたりしている。これが石造技術が入ることによってですね、今まで見たようなこういうふうなものがどん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 入ってくる、ね。はい、また次いきます。この井戸の石、四角い井戸の石でありますが、これは沖縄中探してもありません。あ、ごめんなさい、波照間を除いてですね、波照間島にいくつか残っております。こういう井戸を見たことありませんか？どっかな、長崎だと、長崎にはなかったですね。どこで？長崎で、はい、長崎の方にですね、井戸は丸か四角か三角かって言ったら、三角もあるのかって言って、いやないですよって、長崎は半分半分四角出ますね。佐賀の方に四角は見たことないかって言ったら、いやもう井戸は丸しかないって言うんですね、だけど京都とか奈良とか四角井戸は出てきます、ね。ただ問題はこの井戸の石の切り方なんですね。この石のこの切り方が、まあ、なかなか、まあ、少ないですが、でもこの前東大寺行ったら東大寺にありましたね、八角形のこんな 石が。もうこれはもう本当に謎であります。よく分かりません、このルーツを探していけば、おやき赤八のルーツが見えてくるんじゃないかと。果てるも出身でありますから、はい、これは私のこれからの楽しみにしております。はい、そして最後はですね、素晴らしい井戸をお見せいたします。これ井戸ですよ。ちゃんと穴開いてますよ。バケツを落としたら水汲めますよ。あら、使い方わかりますか？わかりますか？これはですね、宮古は、まあ言っちゃなんですが、貧乏なところもあったりしますね。まあ我々もそうですけど、つまりこういう鶴瓶井戸は、鶴瓶はあっても滑車がないと使えないわけですよね。滑車というのは古くなったり、なくなったり盗まれたりしますからね。滑車がなくても鶴瓶井戸として水が汲める、これを宮古の方が考えたんですよ。これの原型はあるんですけど、これはね、
あるでしょ。でまたこれ、この丸、この形、見覚えありませんか。似てますね。似てますね。これをベースにしながらここの石をはめるんですよ。でどうするかと、つるべ、このですね、こっちから水バケツを垂らして、こっちに引っ掛けて、こっちを滑車代わりにして引き上げてくるんですよ。そしてまた相手方の方は逆の方に、ここから逆の方に入れて組み上げる。そうすると滑車がなくてもいつでも水が汲める。そしてまたですね、子供たちをこき使いますからね、子供がよたよたして、ちっちゃい子供がね、重い水に引っ張られてここにぶつかって倒れてきたらどうしますね。これがありますから、井戸の中に絶対落ちない安全対策もしっかりできますね。ということで、形といいね、安全性といい、また貧乏でもお金がなくてもね、滑車がなくても水が汲めるというですね、本当にもう、沖縄の石造技術の、また宮古の石造技術のですね、粋を集めた文化財がこうして残っていると、まあ、これがですね、沖縄の石造文化の、まあ、謎でもあり、そしてまた私たちが誇りとすべきところでもないかなというふうに思っております。はい、終わりにあたりまして、これ読み上げましょうね。琉球のルネッサンスとして築き上げてきた石造文化を、私たちは戦後そして復帰後と復元に取り組み、今世界遺産として登録をして観光資源として活用していくことができました。このことは私たちの誇りであります。この沖縄の石造文化をみんなで大事にしていきたい、イタリアのルネッサンスに負けないようなですね、文化財として大事にしていきたいというふうに思います。はい、ご清聴誠にありがとうございました。玉木先生ありがとうございました。